Xbox 360、Xbox 360、Xbox 360は、マイクロソフトが2005年に発売した、家庭用ゲーム機。Xbox 360は、Xbox の次世代機種で、開発コード名は、クセノン、名称の、360は360度全方向の、エンターテインメント体験を意味するとされる。北米では2005年11月22日、 欧州では12月2日、日本では12月10日に発売。逆期には X360 などがある。ハイビジョンに対応し、1920-1080までの解像度、操作方式はインターレースに加えて、プログレッシブでの出力が可能となった。また、ゲームサウンドにおいては、ドルビーデジタル 5.1CH サラウンドと、リニア PCM2.0CH ステレオに、 対応する。エントリーモデルとしてハードディスクなどを省略したコアシステムが欧米ではスタンダードモデルと同時に発売され、日本ではスタンダードモデル発売から約1年後の2006年11月2日に発売入れた。エントリーモデルは後にメモリーユニットと数本のゲームソフトを同梱した XBOX360 アーケードに切り替えられ、 アメリカでは2007年11月18日に発売、日本でも2008年3月6日に発売された。2007年3月28日には HDMI 端子と 120GB のハードディスクを搭載した上位モデル XBOX360ELITE が発表され、アメリカでは同年4月29日に日本では2007年10月11日に発売された。エリートは スタンダードモデルやコアシステムと異なり、本体やコントローラーが黒を基調としている。2010年6月24日には 250GB のハードディスクを搭載した新型モデル XBOX360S を発売。プロセッサを j a s p ー r CPU65Nm GPU65Nm からバルホラ CPU GPU 統合 45Nm に変更。 本体とアダプターが小型軽量化されている。これらの変更に加え、Xbox 360S 以前の機種で問題となっていた熱暴走対策のためにヒートシンクの変更等も行われている。エディート同様、黒を基調としたデザインであるが、艶消しマットブラックから光沢あるピアノブラックに変更されている。 新型機発売により従来の Xbox 360エリートが29,800円、税込みから24,800円、税込みに、Xbox 360アーケードが19,800円、税込みからオープン価格にそれぞれ価格改定された。2010年9月9日には 4GB のデータ、保存機器が内蔵されている Xbox 364GB を発売。 Xbox 360S 本体は 250GB ハードディスクモデルのものと同じ性能で価格は19800円税込みとなっている本体のデザインは 250GB モデルとは異なり Xbox 360エリートと同じ艶消しマットブラックとなっている2013年6月11日に行われた E32013 で Xbox 360E を発表。北米では同日に発売を開始した。Xbox 360E 本体は Xbox One のデザインを準じるとともにサイズや動作音などを改良。従来のモデルと価格は変更せずに販売。日本では同年9月19日に発売。ラインナップは Xbox 360-250GB。 Xbox 364GB、Xbox 364GB Kinect の3つとなっている。CPU は Microsoft と IBM が共同開発した対象型マルチコアプロセッサ PX を採用。グラフィックチップは ATI と共同設計したカスタム仕様の GPU Genos を搭載。ストレージには着脱可能なハードディスクを搭載。コアシステムでは オプション扱い。ゲーム開発環境も配布されており、アルファ版の動作環境は、Power PC 970FX を2つを搭載した Power Mac G5 に、ATI Radeon X850XT、初期は 9800Pro。販売する地域のレーティング基準に応じた、年齢制限機能を搭載。起動できるゲームや Xbox Live の利用を保護者が制限できる。 ワイヤレスコントローラーを標準装備。追加コントローラーとしては、無線版と有線版があり、合計4台まで接続可能。有線版の接続端子は、一般の USB ポート。イーサネット接続端子を標準装備。XBOX360S では、Wi-Fi も、標準装備。ブロードバンド接続で、XBOX LIVE に接続可能。 Windows XP Media Center Edition や Windows XPSP に搭載 PC 内の画像、映像、音声ファイルが再生でき、映像再生は WMV 形式を MCE 環境では MPEG 形式もサポート。PC をホームサーバーとして Xbox 360をそのクライアントとする携帯である。また XNA で開発されたプログラムは PC。 常 HD、Windows 4.7でも動く。コントローラーは USB 接続であり一部制限はあるが Windows XP と Windows Vista、Windows 7の PC でも使用可能有線コントローラー用のデバイスドライバ m はマイクロソフトのサイトでダウンロードでき無線コントローラーについても受信機であるワイヤレスゲームアダプターが2007年5月24日に 日本でも発売され、ワイヤレスヘッドセットや、ワイヤレスレーシングホイールと共利用が可能に。この他 Xbox Live Vision カメラも、Windows Live Messenger 等で使うウェブカメラとして利用可能。また、優先コントローラのデバイスドライバーを個人で作ったものもおり、Windows 98や Windows Me 等でも使用可能。Xbox スマートグラスは、Windows 8、 iOS、Android、Windows Phone デバイスを Xbox 360のサブスクリーンとして使う機能、情報表示やリモートコントロールが行える。2013年3月現在、日本で対応しているゲームソフトは Halo 4や For the Horizon など15タイトル。Xbox 360では、 Xbox に対応したソフトの一部をプレイすることが可能となっているが、両者にはアーキテクチャの互換性がない。そのため、ソフト個別に対応したエミュレーターソフトをハードディスクにインストールする必要がある。エミュレーターソフトは、Xbox l i v ライブより自動的にダウンロードおよびインストールされる。接続していない場合は、パソコンでダウンロードして、 CD-R 等に保存するか、郵送でエミュレーターソフトを取り寄せる必要がある。2007年11月28日現在、Xbox 360での動作に対応している、Xbox ソフトは日本では122本ある。売り上げが高かったタイトルを中心に対応作業を進めている一方、マイナーなタイトルでもメジャータイトルの対応作業の結果、対応するようになったケースもある。 2013年9月19日より発売。全機種からデザインが変更。Xbox One に準じたものとなっており、省電力化や静音化もなされている。パッケージ内容は以下の通り。発売当時の価格は29,800円。税込み。2014年12月1日に23,600円。税別へと価格改定。パッケージ内容は、 以下の通り、発売当時の価格は19,800円、税込み。上記、Xbox 360E4GB に、Kinect を同梱したパッケージ。発売当時の価格は29,800円、税込み。2014年12月4日より、Amazon 限定発売。上記、Xbox 360E4GB に、 大容量 500GBHDD とギアズ・オブ・ウォーさんとコール・オブ・デューティー・ブラック・アップ3を同梱したパッケージ。発売当時の価格は29,980円。税抜き。新型 XBOX360 第1弾として2010年6月24日より発売。価格は29,800円。XBOX360S4GB の 上位モデルとして販売されていた。当初、本体外装に光沢のあるプレミアムリキッドブラックとして販売されたが2011年初夏に一旦販売終了し2012年2月23日からは 4G モデルと同じマット加工のリキッドブラックの販売が開始された。この S シリーズから S プリフ端子が本体に搭載された。他、従来より 以下の点が変更されている。パッケージ内容は以下の通り2010年11月20日よりキネクト発売の初回限定生産パックとして発売されたが2011年6月2日より通常モデルとして販売。価格は39,800円。当モデルの通常販売に伴い販売終了となった Xbox 360S 250GB プレミアムリキッドブラックモデルにゲームデバイスキネクトとキネクト専用ソフトキネクトアドベンチャーが同梱されたパック。新型 Xbox 360のベーシックモデルとして先に発売された 250GB モデルに続いて2010年9月9日より発売。価格は19800円。従来の Xbox 360アーケードに 相当するモデルで、Xbox 360S250G との違いは、記憶装置が、ハードディスクではなく 4GB の内蔵メモリ。ヘッドセット別売。パッケージ内容は、以下の通り、2010年11月20日より発売。価格は29,800円。Xbox 360S4GB に、ゲームデバイス、Kinect と Kinect 専用ソフト、 キネクトアドベンチャーが同梱されたパック。2005年12月10日より発売。希望小売価格は日本では39,795円。税込みで、2007年11月1日に34,800円。税込みに値下げされた。アメリカでの価格は399.99ドル。あとに349.99ドルに値下げされた。現在は販売を終了している。 日本でのパッケージ内容は以下の通り、日本以外では映像出力用のケーブルがコンポーネント HDAV ケーブルとなっている。また欧米ではメディアリモコンとそれ用の乾電池2本は初回出荷分にしか同梱されなかった一方、それらの地域では初回出荷分以外でもヘッドセットが含まれている。オーストラリアやメキシコ等、日本と同様にヘッドセットなし。 初回出荷分以外でもメディアリモコン同梱という地域、モル。アメリカでは2007年8月頃より、プレミアムシステム、スタンダードモデルの HDMI 端子搭載の、スタンダードモデルの出荷が始まっている。エリートとの差は、HDD の容量と、本体等の色だけである。日本でも、x b o x 百六十バリューパック、二千七年十一月一日発売、や、 Xbox 360デビルメイクライオンプレミアムパック2008年1月31日に関しては HDMI 端子搭載を公式に発表しておりバリューパック終了後のスタンダードモデル本体も HDMI 搭載型になっている。なお、将来的にスタンダードモデルの内部が HDMI 端子搭載などエリートのものになることはエリートの発売前から予定されていた。 2008年9月11日からは HDD の容量を 60GB に増やしたスタンダードモデルを29,800円、税抜き28,381円で発売。20GB モデルはオープン価格に改定し在庫がなくなり次第販売終了。さらに2009年9月10日にエリートのマイナーチェンジモデル、エリートから HDMIAV ケーブル等を省略したもの。 詳細は、後日が発売され、スタンダードモデルは、在庫限り、オープン価格に移行。在庫がなくなり次第発売終了。2007年10月11日より発売。希望小売価格は日本では47,800円。税抜き45,524円。アメリカでの価格は479.99ドル。あとに449.99ドルに値下げ。 2008年9月11日より39,800円、税抜き37,905円に改定された。パッケージ内容は以下の通り、欧米におけるスタンダードモデルのパッケージ内容をベースに HDD を 120GB に変更し、HDMI 出力用のケーブル類を追加した。ただし、日本では非 HDMI 環境用のケールは、 スタンダードモデルと同じく D 端子ケーブルである。単品の 120GBHDD に付属している、データ公用のケーブルとディスクは付属していないが、120GBHDD に同梱されているものがそのまま利用でき、またエリート購入者向けにユーザーサポートで提供する。2009年9月10日に新型エリートが発売になった。 新型エリートとの違いは、HDMIAV ケーブルと D 端子 HDAV ケーブルが非同コンと価格の値下げ。Q エリートも同価格の29,800円、税抜き28,381円で発売され、在庫限りで終了。Xbox 360S の発売に伴い、価格は24,800円へと変更された。 2006年11月2日より発売。希望小売価格は29,800円。税込みで、2007年11月1日に27,800円。税込みに値下げ。アメリカでの価格は299.99ドル。あとに279.99ドルに値下げ。ハイビジョン出力にはベッド D 端子 AV ケーブル等が必要。アメリカでは後日のアーケード発売後に、 販売終了となった。日本でも販売終了。パッケージ内容は以下の通り、スタンダードモデルと異なり、地域によって映像出力ケーブルの違いはない。ゲームのデータ保存には別売メモリーユニット64、6 4イト5 1 2イトやハードディスクが必要。別売ハードディスク20、2 0イト6 0イト1 2 0イト 250GB を取り付ければ、スタンダードモデルと同等性能になる。先日した、コアシステムと同じカラーリングの本体、HDMI 端子搭載、同梱のケーブルは、コアシステムと同様に、無線コントローラーを同梱したパッケージ。コアシステムに代わるエントリーモデルとして位置付けられている。アメリカで2007年10月18日発売。 日本でも2008年3月6日に発売。2008年9月11日より19,800円、税抜き18,857円に改定された。出荷時期により256メガバイトのメモリーユニットと XBOX ライブアーケードタイトル5本を収録したディスクを同梱しているものと 256M メモリーユニットに相当するものを内蔵しているものがある。 Xbox 360S の発売に伴い、オープン価格へと変更された。ディスクに収録されている Xbox ライブアーケードタイトルは、以下の5本、3600MSP 相当。UNO のみ 400MSP、他は、各 800MSP で配信されている、または、していたものである。UNO は2014年12月末に、配信終了している。また、日本では、 同ディスクに以下の5本の体験版も収録しているマーブルブラストウルトラ体験版は配信終了している価格についてはコアシステムと同様であるため上記の XBOX ライブアーケードタイトルで約5400円256メガバイトのメモリーユニットはこのパッケージ独自のものなので単純な比較はできないが改定前の本体の価格としては8500円程度の 値下げとなる。2008年12月末頃から出荷されているアーケードには省電力化された基板ジャスパーに256メガバイトのメモリーユニットが内蔵され、同梱のメモリーユニットは付属しない。このためパッケージに注意を促すシールが貼られている。また、さらに後には戦術のディスクの添付もなくなっている。日本では以下のプレミアムパックが発売された。 また、アメリカでは先日した、XBOX360 アーケードの他に、マーベル・ウルティメイト・アライアンスと、フォーザ・モーターズ・ボート2を同梱した、GoPro 及び、GoBig が2007年の年末商戦向けに発売入れた。この2つの違いは、ベースの本体で、GoPro はスタンダードモデルベース、GoBig はエリートベースである。キネクト キネクトは2010年11月20日より発売されたコントローラーを使わずにプレイができるゲームデバイス。プレイヤーの様々な体の動きをキャプチャし画面上に反映する。音声認識も搭載しておりダッシュボードの操作にも対応している。キネクト専用及び対応ソフトが発売されている。VGA HD AV ケーブル以外はコンポジット AV ケーブルとしても 使用可能。D 端子 HDAV ケーブル及び、コンポーネント HDAV ケーブルには、コンポジット AV ケーブルとして使う時のために切り、えスイッチがある。HDDVD やブルー、レイディスクについては、それぞれの項目を参照。2005年12月14日、日本の一部報道機関が、HDDVD ドライブ搭載の新型が2006年春。 以降に発売になると伝えたが、マイクロソフト側はこの報道を否定。その後2006年1月5日に、周辺機器として、外付け HDDVD ドライブを年内に発売すると発表。米国では、同年11月7日に199.99ドル。日本では、同年11月22日に2790万円、税込みで発売された。 HDDVD および DVD の再生のみの対応であり、ゲームが起動できない。USB ポートが2個ありコントローラなどを接続、可能なほか、ワイヤレスランアダプターを取り付けることもできる。本体後部の USB 端子に HDDVD プレイヤーを接続し、HDDVD プレイヤーの背面に取り付ける形となる。HDDVD プレイヤー発売当時の本体は、 HDMI 端子がないためドルビーデジタルプラスなど一部の音声フォーマットには対応しなかったが、すでに Xbox 360を購入済みの HDTV ユーザーには安価な HDDVD 再生の選択肢となった。マイクロソフトが HDDVD プレイヤーを Xbox 360の周辺機器として発売したのは PS3 が HDDVD の競合企画であるブルー。 でディスクを標準搭載したことと関係が深いと見られている。2007年7月26日、米マイクロソフトは北米で8月から Xbox 360HDDVD プレイヤーの値下げを実施。2007年8月1日から9月30日までに購入した人に5枚の HDDVD 作品を無料提供。2008年1月8日、 米国で開催された家電展示会2008インターナショナル CES において米マイクロソフト XBOX グループマーケティングマネージャーのアルバートペネロが消費者から要望があるブルーレイディスク対応も考えると柔軟姿勢をコメント二千八年二月六日北米豪州などでプレイヤーの値段を十九点九九ドルから十九点九九ドルに 引き下げ5枚の HDDVD 作品を無料提供したが日本では値下げが発表されなかった。2008年2月19日には東芝が HDDVD 企画に基づいたプレイヤー及びレコーダーのグローバルな事業に関して収束させることを発表し PC、ゲームなど向けの HDDVD ドライブについても帰り見企業の需要に配慮しながら 量産を終了することを決定するとした。これを受けてか2008年2月26日に、マイクロソフト株式会社は、Xbox 360HDDVD プレイヤーの生産終了を発表。しかしサポートについては継続するとしている。実質 HDDVD プレイヤーは、サポート終了している。新しいシステムも HDDVD プレイヤーは、サポートしない。 2005年5月12日に XBOX360 の発表が MTV を通じ世界各国で放送された。実はその前に宇多田ヒカルが自身の公式サイトで名前を漏らしてしまい、マイクロソフト側からクレームを受けた。その後も世界的に MTV とのタイアップを行っている。2006年8月、マイクロソフトは Xbox 360および PC 用ゲーム開発キットとして XNA s t u スタジオエクスプレスの無償提供を発表。これは同社の Visual Studio C、Express に Xbox 360用にコンパイルする機能を付加したもの。実際に Xbox 360で実行するには XNA Creators Club の会員になる必要がある。 日本では4ヶ月4800円、年間9800円。会員同士は独自のネットワークを通じてソフトを配布、共有でき、後にはインディーズゲームとして会員以外にも販売できるようになった。なお、すでにアメリカでは10以上の大学で授業への採用が決まっている。2007年8月6日、米国で本体値下げが発表。 スタンダードモデルは50ドルの値下げの349.99ドル、エリートは30ドル値下げの449.99ドル、コアシステムは20ドル値下げの279.99ドルに、日本でも10月22日に11月1日からの値下げが発表された。2008年9月11日に、 日本国内でも 60GB ハードディスク搭載のスタンダードモデルが発売され、値段も34,800円から29,800円へと値下げされたほか、Xbox 360エリートは47,800円から39,800円へ、Xbox 360アーケードは27,800円から19,800円へと値下げされた。 2016年4月20日、マイクロソフトは、XBOX360 の生産終了を発表。本体や周辺機器は、在庫がある限り販売をし、サポートや XBOX ライブのサービスについては、継続するとしている。2005年11月22日に、北米で発売、品薄状態の人気となった。テレビ CM では、ローリングストーンズの 純品ジャックフラッシュが使われていた。一方2005年12月10日に発売した日本では、エンターブレインの調査によると2日間の売り上げは約6.2万台と、初代 XBOX3 日間で約12.4万台と比して低調なスタートとなった。同時発売のキラーソフトとして期待された、デッドアライブ4の発売延期が原因と言われたが、同作を購入予定だったユーザーは、 ソフトの発売延期関わらず発売日に本体を購入したとみられ、同作の発売後に本体の売り上げが大きく伸びることはなかった。2006年1月28日に米マイクロソフトが発表した2006年度第2四半期の決算の中でも2005年末時点の XBOX360 の世界、累計出荷台数が150万台、北米90万台、 ヨーロッパ50万台、日本10万台と、日本での不審が際立つ発表となった。2006年6月末の発表では、世界累計出荷台数は500万台を突破している。内訳は、北米330万台、欧州130万台。2006年10月26日、世界累計出荷台数が2006年9月末で600万台と発表されたが、 日本では16万台前後と低迷していた。だが、同年12月に、ブルードラゴンの発売に伴い1ヶ月で10万台を超える上げを記録、2007年初週に30万台を突破。2006年12月末日時点で、世界累計出荷台数は1040万台を突破。2007年6月10日までのファミ通の調査では、日本の累計台数は40万台を突破。 その一方、6月末での世界出荷台数は1160万台と、目標に若干及ばなかった。2007年11月、エースコンバット6開放への戦果や、バリューパックの発売などの影響により、本体の日本における、販売台数が50万台を突破、初代 XBOX の本体日本国内販売台数を上回った。値下げ、び PS3 が翌週に、 廉価モデル発売を控えていたこともあって、11月、第1週の出荷台数では、PS3 を上回った。2008年8月、テールズ・オブ・ベスペリアの発売週に、約2万5千台の売り上げを記録し、各地で本体の品切れが発生したため公式サイトに、お詫びを掲載した。2008年6月末日までに、世界累計出荷台数は2000万台を突破。 8月24日の時点で日本国内推定類型販売台数は68万4695台となった。2008年末までで世界類型出荷台数は2800万台を突破。また、日本における推定類型販売台数は86万6167台となった。2009年3月末には、 日本国内累計販売台数は100万台を突破。これに伴い、マイクロソフト株式会社は、ありがとうキャンペーンを実施した。2010年末には、日本国内累計販売台数は140万台を突破。2011年6月末日までに、世界累計出荷台数は5500万台を突破。XBOX360 本体や XBOX LIVE。 デジタルコンテンツの好調に支えられて、過去最高を記録している。2013年3月末日までの日本、国内累計販売台数は、約159万台。2013年6月、ソニーコンピュータエンタテインメントワールドワイドスタジオ、ス・ w w s プレジデント吉田周平のインタビューにより7000万台突破している模様。2013年6月末、マイクロソフトの、 決算発表によると世界累計出荷台数は7、820万台。2013年10月にマイクロソフトの決算発表によると世界累計販売台数は8000万台を突破したことが分かった。Xbox 時代はサードパーティーから発売されるマルチプラットフォームのソフトが少なかったが、Xbox360 発売から1年後に、 プレイステーション3が発売されると PS3 と360で同時発売されるマルチタイトルソフトが増加した。ゲーム開発側にとっては開発費が高騰し、単独プラットフォームでは採算が取りにくいことと現行機のシェア争いの行方が不透明でリスク分散が求められるためである。もう一つの同世代ハードである Wii が HD に非対応であるなど、 性能の方向性が異なることも影響しており、多くのメーカーが、Xbox 360向けの開発にシフトする形となった。また、PS3、または360単独で発売された作品の、総合移植や、PS3 で展開されていたシリーズ作品が、続編では360とのマルチとなるウスもある。Xbox 百六十も、他の次世代ゲーム機と同様に、 ネットワーク経由で定期的なシステムアップデートを実施。バグ、不具合を解消したり、新しい機能、周辺機器に対応するようになる。Xbox 360は、基本的に年2回ペースで大規模なシステムアップデートを、新しい周辺機器に合わせて、小規模なアップデートを実施。アップデートの際に、サーバー側も更新され、以下のような問題が起きたことがある。 Xbox 360は発売当初から、プレイ中の異常停止が指摘され、一部ユーザーからの集団訴訟に発展した。マイクロソフトは発生確率をごくわずかとしたが、ハードウェア設計とその他の諸問題は解決さず、北米で2006年12月に保証期間を90日から1年に延長。2007年4から6月期に、 全世界における修理交換のために10億5000万から11億5000万ドルを計上し、7月にはランプ3個が赤く点灯する場合、レッドイコールレッドリングオブです。死の赤いリングに限り3年へと保証期間を延長した。保証期間切れのために優勝修理したユーザーには修理代返金を実施。原因は熱による基盤の変形など諸説が存在し、 熱対策の甘さも指摘されている。2007年6月以降の修理分は熱対策が強化されているが、これに関してマイクロソフト側は定期的な内部見直しのかとして故障問題に対する直接的な対応だという説を否定。その後、CPU 周辺の見直しがなされ、2007年11月頃から初期型より発熱量や 消費電力の少ないファルコンと呼ばれているモデルが出回るようになった。日本でも11月から投入されたバリューパックはファルコン搭載型とされる。2008年ラストレムナント同コン版以降に出荷されたスタンダードモデルと2008年12月末から出荷されているアーケードモデルでは GPU を65ナノメートルに変更し AC アダプタを小型化した。 ジャスパーとコレルモデルが出荷された。2010年6月から発売された Xbox 360S からはさらに消費電力を抑え小型化したバルホラと呼ばれるモデルが出荷されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。